はい、寝起きです。嘘、寝起きではないんですけど、ちょっと似てる。こんにちは皆さん。あーすごい、いや声が出てない。声がすがす配信です。すごいハロウィンの飾り付けがいっぱいですね。暑い。ですね、今日は今年のNMB48 期生のオーディション参加者一人ですか？はい、そうです。チャームポイントはこのハスキーボイスです。よろしくお願いします。はい。あ、ウーカメインの箱押しさん、ありがとうございます。名古屋さん、ありがとう。これは何でしょう。本当は耳もあるんですけど、これつけるとなんか違う動物になりそうでつけてないんですけど、いやーなんかすごい女の子なんです、今日の格好。なんか見えづらいですね。ワンピースで。ちょっと前にインスタグラムでかぼちゃがハテナついてて、でその下にイカか牛か何だっけ、その質問アンケート取ったんですけど、覚えてますか皆さん。あの時実はイカゲームのコスプレするか、でも私今日じゃないわ、今年年女なので、それで年女のこういう牛柄の服を着るか悩んでて聞いたんですけど、こっちがすごく多くて、だからこっちにしました。あの時はね、何を買おうか悩んでて、で届いたんですけど、耳もついてるんですよ。でもね、これつけたらね、完全にね犬なんですよ。これはさ、牛ではないんかなと思いながらつけなかったんですけど、てか恥ずかしいんですけど。なんか最近舞台でランマルっていう役ずっとしてて、なんか男役だから結構低い声とかをすごい出すので、なんかこんな女の子のキャピキャピしてる自分がすごく恥ずかしいです。何歳ですか？18。嘘、24です。牛年ってことは12歳ですか？あ、そうそうです、12歳です。でも犬になっちゃう。あ、ありがとうございます。今日嘘つきまくり。神さんありがとう。くたばさん、はっしーさん、名古屋さん、ウーカメインの箱石さん。あ、ウーカメインの箱石さん、すごい、ハロウィンのかぼちゃが来てます。何？12歳なら8期いける？いやもうおんねん、あかん、今日声低いから突っ込んだらめっちゃガチとなっちゃう。かわいい、これちょっとスクショ撮って、誰かこのかわいい、あ消えちゃった。あありがとうございます。はい、ウインク。
ックオートリートいっぱいありがとうございます。うかめんの箱推しさん、チョコちゃんありがとう。いや声がすがすですね。はい、スクショ撮ってください、ね、うん、犬やん。牛なんですけど、すごい首輪もついてて、でもそれしたら完全に犬やから首輪はしなかったんです。ケンイチさんありがとう。あの浮かねえとかしたらよかったんか。顔につけるやつ。あ、オレンジの新製品さん、チョコちゃんありがとう。名古屋さん、ハッシーさんもありがとうございます。最近あの劇団の方に教えてもらって、龍角さんがやっぱり喉にはいいよって言ってくださったので、龍角さんをよく舐めるようにしてます。でその声かーいって、なんか聞こえてきたぞ、誰か言った。今日誕生日なんです、おめでとうございます。園田なさん、長崎さん、ハロウィンに誕生日なんや、すごい。絶対ケーキはハロウィン柄ですね。髪色似合ってる、ありがとう。めっちゃ今黒です。あ、ハマレさん、ハマレッチレインボースターありがとうございます。コウヘイさんありがとうございます。この前お話し会で来てたやつとは違うの？これは初めて来たんですよ、だから違います。ちょっと長めにもうって言ってみてよ、もう。すいません、こんな声で。おいっぱい、あつしさん、ほまれさんありがとう。声変えてる犬や。もう犬やから犬やね。長めではなかった？今のどんなを求めてるんですか？ケンチさん、このかわいいお化けみたいな、ありがとうございます。トリックアトリート。そして、お、えがちゃんありがとうございます。ふたばさんもハートいっぱいありがとう。寿司さんもありがとうございます。牛さんなんですね、一応ね。なんて、牛のことかっこよく言ったら飼うですか？かっこよく言おうとしてる。飼う？ガールって言っていいの？私って。R どこや？ホルスタインって何？ホルスタインも牛ってことですか？歌唱力決定戦はまだ終わってないです。じゃあカメラに、
お、マークさんもありがとうございます。リッキーさんも、コウヘイさんもありがとうございます。なんか最近寒いけど家の中暑いんですよね。今めっちゃ暑い。あれ、かぼちゃどこ行った。ウーカメインの箱石さんかな。うーちゃん白しそうですよ。だから年女です。多分ウーカメインの箱石さん、かぼちゃありがとうございます。カウガールさんの好きな焼肉の部位は、やっぱり、カルビですかね。塩タンも好きやけどカルビかな。うっしーしーってうっしーしーってダジャレ言ってる人いる。トム食いですよね。かゆ11周年、見に来てくれる人ありがとうございます。11周年が終わったらぜひ劇団さとばこまちさんのね舞台も見に来てください。ちょっと昨日めっちゃいいものもらったから持ってくるな。ちょっと待っててくださいね。ただいまです、ただいまです。これです邪魔や邪魔や。じゃーん、笑ってるバージョンの濃姫様と明智光秀、丹羽長秀、織田信長、そして私蘭丸の写真の近鉄アート館の劇場インフォメーションです。これは近鉄アート館に行ったらもらえます。そしてなんと裏には中川美音ちゃんと誰だったっけ、あ、泉彩乃ちゃんが出てる朗読劇の広告も載ってます。広告そう、これ笑ってるバージョンめっちゃいいから、あ、顔ちょっとぜひぜひ。もうらんまるはこんな格好しないですけどね。今日は加藤優香ですお、エレンさんありがとうございます。そして昨日も稽古だったんですけど、ストバコマチさんの T シャツをいっぱい買いました。1枚500円で見てください、ストバコマチ7代目。これはもう今しかないやつらしくて、そうなんです、 7代目の時に私は出てたんだなっていう思い出になるなと思ってゲットしましたそう、一緒に一緒にっていうか出る人はね500円で買えたんですT シャツ1枚500円安いぞっていうのとね、やっぱり稽古着に着ようと思って、これは濃姫様と、あ、これはまた違うあの演目なんですけど、はい、お世話になってる方たちが乗ってるので買いました。
農民。やっぱ T シャツはね基本白か黒か緑か紫なんですけど、私はなんかシンプルが一番私服でも着れるなと思って基本黒か白を買うんですけど、これは黄色を買いました。あ、エレンさん、ダイゴさん、トリコ坊主さん、ありがとうございます。で、あとなんかゴエモンも買いました。じゃーん、ゴエモンのゴーめっちゃこの色可愛くないですか。それにじゃーん、ちとばこまちさんのロゴマーク、これはいや汗うつりそうですね。私汗かきなんですけど大丈夫ですかねって言いながら、この色が可愛くてはい、普通に私服で着れるなと思って買いました。うん、ライブリハが終わったら多分いっぱい稽古があるのでこれを使い回したいと思います。あといつも履いてる足袋見てください、もうすでにここがほらやばい、持つんでしょうか。あとはお借りしてるこれをいつも巻いてます、腰に。ということで頑張ってますので皆さんぜひ11月の19日から今ねチケット一般受付してますので見に来てください。もう2公演ぐらい完売してるので今ですよ。あ、チョコちゃん、ふたばさん、ありがとうございます。もうめっちゃ盾頑張ってます。そう、盾いっぱい昨日も戦ってきて、じゃん、そう、なんかかっこいいなこの持ち方、ドローみたいな、遊戯王みたい。昨日家に帰ってきて疲れ果てて寝落ちしてたんですね。で朝起きたら5時とか6時や5時ぐらいで、それで朝お風呂入って、でツイッターにもうお昼に絶対起きちゃうからもう書いとこうと思ってツイッターしたから、今日の朝はあんなに朝が早かったんですけどあれは寝落ちから目覚めた私のツイートでした。だから今こんな喉ガスガスなんですお、チョコちゃん、レインボースターありがとうございます。遊戯王知ってますよ、お兄ちゃんがずっとしてて私もなんかいっぱいカード持ってました。舞台のウークちゃん楽しみすぎる、ちーちゃんありがとう、楽しみにしててね。そう、加湿してんねんけど、加湿してたんですよ。ほんまに聞いてください。加湿っていうか加湿になってないんかな、ディフューザーってあるじゃないですか、あれをほんまに枕元に2つ置いてるんですね。で加湿器買わなあかんと思ってんねんけど、で2つやってんねんけど、私いつもぬいぐるみをなんか抱いて寝ないと落ち着かなくて抱いて寝てたんですね。で起きたらここにあって、ディフューザーの湯気出るところに思いっきしぬいぐるみが重なってて全く出てなくてそうで朝起きてなんかめっちゃ上におると思ってぬいぐるみこう取ったら、待ってましたって言わんばかりに急にブシャーって湯気が出てきて、そう、仕事なんていうんですか、妨害してましたぬいぐるみがそう、ぬいぐるみ濡れてて、ね、喉に届かなかったんです。だから今こんな声なんですよ何をしとんねん、うかうかしてましたじゃあちょっと喉がガスガスなので龍角散を食べます。何この自由な配信はぬいぐるみ干してください、ほんまですね。あ、大吾さん、ハートありがとうございます
ぬいぐるみが売るわって言ってたんかな。私が売る、私の喉売るをしてほしかったんですけど、まあ自業自得なんで。私はタブレットを食べます、龍角さんの。ほんまに喉がすがす。ワンワン何回って感じですね。一人で喋って恥ずかしい。あ、もまめ登録しました、ありがとうございます、優しい。じゃあ今日この写真送りますね。皆さんも配信終わるまでにもばめ登録してください。もう何グラ決めないと、何グラ、ナングラは、うわ、すごい、平井さんがすごくツイッターに書いてくれてる。うん、須田あかりさんの誕生日おめでとうございます。なるほど、ね、写真がね昨日保存したんですけど、これか、皆さんもう知ってますか、全然写らへん、この4つのね、大喜利するんですよ。そう、ね、どれに行く、どれで行くですね、まず。じゃあ、うん、もうみんな助けて、犬がね一番かなって思うんですけど、すごく張り切ってる、張り切ってる犬っていうイメージがあるので、じゃあまず1番ね、この1番、え、ハロウィン昨日なの、どうですか。穴があったら入りたい。3番の答えっぽい。みんな辛口やな。あれ、ペンどこやった。じゃあ2番、なんかゴロって大事ですよね、リズム。え、ない、何っけ、うん、
阪人やのに。じゃあはい、いきますね。わかるかな意味。いきますね。この2番のかぼちゃの赤ちゃん、あかん、これあかんな。ちょっと待って、意味わかりましたか。かぼちゃに自我が芽生えたっていう、片方だけ。やめたいやめたいよ。え、みんなさ、あの映画知ってるかな。ちょっと3は私わかんない3飛ばします。4は分かりづらいのばっかやな。自分でも書いてて分かりづらいなって思うもん。いきますね。この4は Remember Me 実写版。リメンバーミーって知ってますか。ディズニーのあれいつやっけ、お盆の話。なんで知らんのめっちゃ感動するやつやって、なんで知らんの。ほな、簡単に行きたいねんけどな。その衣装でネモハマルマを踊って、いやん、1が一番マシだったもう1にしようか、じゃあいや、なんかみんなな、優香にいろいろ言うけど、コメントに書いてある大喜利もそんなこれっていうやつないですよ。似てますね、やっぱり雪女入浴後。それ言うなーってコメント来た大丈夫大丈夫、私もそうだから。あだってだってあなたがいた。あ、4番、こんな状況で会いたくないってことですね。オーディションやってますね、8期生かな。うん、ぎりな、むずいな、何にしよっかな。
に変われるってこういうことやで。あれいい。どれどれ。こんな真剣にな。チェヒーのあれは面白かったですね。何だっけ、あんたんのすっぴんの写真使ってたやつ。私この赤ちゃんのやつでなんかやりたい。かわいいポーって顔してる。初見です。初めての犬で初見です。この VI、 おーすごい、イエイスクショチャンス。ファディルさんありがとう。赤ちゃん大好き。何がいい？何やろう。2番支配人の金子です。かわいい。金子幼少期、金子幼児期、金子赤ちゃん時代。にあと10個作るんですか？この辺で私に似た小さい子見かけませんでしたか？3 PCR、 え PCR 受付会場案内自信なくて声ちっちゃくなっていく。3むずい。ハディルさんありがとう。タワー2個もありがとう。あーそっち系ね。親の自己満に付き合うこっちの気持ちを廃れてる系の、すさんでる系の赤ちゃんね。はいはい、これが嬉しいんやろみたいな。2番、もうすぐ弟が生まれます。4番、夢ならばどれほど良かったでしょう。面白い。皆様これの何だっけ、4番、夢ならばどれほどってことですね。ピカチュウのコスプレしてる男の子いたって、かわいい。
これ食べるんですか？え、分からん。ダルメシアンかと思ったら違った。そうなんです、ややこしいですよね。チョコちゃんありがとう。蝶ネクタイって頭にもつけるんですね。そういうことね。何がいいかな。ワン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 。あ、マークさんありがとうございます。わーわー部長、犬の仮装完璧すぎます。真田丸、かぼちゃの馬車、ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー。あー、そう、おっぱさんありがとう、こんばんは。今私思考停止してます。え、何何が。何やろう。最近ジャルジャルさんの無の呼吸すいません、無で。最近ジャルジャルさんの面白い、あの何ですか、 YouTube を見ることが多いんですけど、泣いちゃうコントがあって、それでなんか涙腺コルクでキュッ、これで泣きまへんっていうネタがあるんですね。4番がそれに似てるなって思って、今一人で思い出し笑いしてました。はい。あー、好きな人いた、めっちゃ好きなんですよ。なるなる、分からへん、もう。あ、お腹鳴った。新しいコルクはどこ、推薦コルクでキュッ、これで泣きまへん。
2番のこのかぼちゃってお兄ちゃんかな、弟かな。はい、赤ちゃんで思いつきました。はい、じゃあこのこのいきます。お兄ちゃん食べようとしないで。どうですか？もう出ません。もう反応めっちゃ微妙やねんけど。そう、お兄ちゃんなんかな、弟なんかなって思ってんけど、可愛いポイントはもらえそう。もうこれでいっか。これでいっか。諦め。待って、四の涙腺キュウリでキュンでいこうや。私は好き。やっぱな、人によって違うんやな。涙腺でもそのネタ、涙腺コルクでキュー知らんかったら分からへんかな。何？涙腺キュウリでキュッ。これで泣きまへん。涙腺キュウリでキュッ。人のなぞった方が楽よ。俺に逆らうとみんなこうなるで、こうなるで。2番、これ俺のへその 笑っちゃった、面白い。4番、目覚ましならへんかった。ハロウィンバスターズ、はじめまして。へそのいいやん、好評です。お腹鳴った、ぐる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 って言った。8期候補生だけど顔出し NG です。ん？あー、そういうことか。
んで今日身体検査なんですか？ご飯作ってもらってるなら食べながらやっていいよ。うん、大丈夫。ご飯作ってないです。本当に8期合格ですか？3番これ油性？油性ペンで書かれた。みんな面白い。今日は後輩紹介するわ。こんばんは、お久しぶりです。お腹鳴る。あ、そのおっぱさんありがとうございます。ふたばさんありがとうございます。芸人さんってすごいな。みんな今日はお昼ご飯何食べたんですか？お腹すいた。お腹すいたよ。ユニット組みました。パンプキン。ラーメン、マクド、カレー、お寿司、牛丼、おはぎ、おはぎ？かわいい。餃子、マック、ラーメン、マック、なんか新しいの出てましたよね。甘栗コロッケ、ね、それミルク、私。ミルクもごっそよ、もごっそよ。飲むは何だろう。肉野菜弁当美味しそう。そばと天ぷら、ピザ、あーいいな。好み定食、何？美容系 YouTuber の4番、実は髪の毛だけ残ってます。面白い。カルビ弁当美味しそう。8期高校生の配信見た後にウーカを見ると宣伝サイト、え、犬です、牛ですけど。犬ですけどとか言っちゃった。わあいいな。私はこれで髪の毛生えました。なんならもう原点に帰っていいかな。一番の、え、ハロウィン昨日なんはどうですか？私の原点はそこでした。
私の原点はそこなんです。本当？やばい、めっちゃお腹鳴る。原点回帰は大事、みんながそう言ってくれるならそうしよう。じゃあそうしますね。決まり、やったー、1時間以内に決まった。みんなありがとう。決まりました。なんやかんや遠回りして原点に帰ってきました。はい、多分誰にも被ってない。今日はもう最終日なので、これで被ってたら私はもうどうしよう。あたふたします。はい、みんな面白い。みんな面白い案をたくさんありがとうございました。いつもいつもありがとうございます。はい、よいしょ。10月終わりですね皆さん。明日から11月ですけども、ウーカを大喜利にが手でええんよ、分かれへん、星になってる。はい、ハロウィン気分味わってもらえましたか。声戻ってきたね。ちょっとまだガスがせえけど、やっぱり龍角さんが効くんだきっと。10月は楽しみがいっぱいなので私も頑張ります。ぜひぜひ見に来てください。信長、はい、じゃあですね、写真送りますね。またモバメでランキング読んでいきます。13位ふたばさん、ありがとうございます。12位えがちゃん、ありがとうございます。11位みょういさん、ありがとうございます。10位そんわおっぱさん、ありがとうございます。9位おかゆっこさん、ありがとうございます。8位こうへいさん、ありがとうございます。7位エレンさん、ありがとうございます。6位チョコちゃん、ありがとう。5位オレンジの新製品さん、ありがとうございます。4位ほまれさん、ありがとうございます。ほまれっち。3位ケンイチさん、ありがとう。ギフトもありがとうございます。2位ウーカミの箱石さん、ありがとう。1位ファデルさん、ありがとう。いっぱい素敵なギフト、ハロウィン感を感じれました。ありがとうございます。はい、じゃあもう1時間ぐらいになるので終わりたいと思います。まあ舞台の話いっぱいしてるんですけど、もうもちろん11月3日のコンサートがねあるんですけど、ほんまにお昼も夜も見どころめっちゃあるんですよ。そうだから現地に行けないって方も配信チケットがあって、今回はアベマでも配信されるので見てほしい、ぜひ見てください。はい、そう全員のセンター曲もあるし、お楽しみに。あ、ウーカメインの箱石さん、ありがとうございます。見てねみんな。はい、じゃあ、 あグッズも注文した、ありがとう。そうグッズも今発売中です。じゃあハロウィン楽しんでください。バイバーイ。